地元山添村に定着する若者を増やそうと、中学生を対象に地元の企業による職業体験が初めて行われました。少子高齢化に伴い、村内で就職する若者の減少が課題となっている山添村。職業体験は、身近な企業を知り、村内における将来の人材確保を目的に、役場や商工会などの協力で行われ、山添中学校の2年生16人が参加しました。はじめに村内企業から仕事について説明を受けた後、生徒たちは実際に仕事の一部を体験。このうち壁を作る作業の体験では、四角形に組んだ木の枠にコンクリートを流し込み、表面を平らにする作業に挑戦しました。思っていたよりいっぱい企業があって、いろんな話を聞けて面白かったです。初めての体験がたくさんあったので、とても楽しかったです。もっとたくさんの仕事を知って、といろんなことに興味持てたらいいなって思います。山添中学校は、職業体験を通じ仕事のやりがいや地元の魅力をもっと知ってもらいたいと話していました。